山本周五郎作楽天旅日記その第18回第17章感想曲としての草話続きから。甚四郎がそう決意したことは即座に昼夜へ反射した。昼夜はあっと抜き合わせた。二人と出会ったことで不意を喰らい、抜き合わせる動作でも後手を引いた。しまった。昼夜は明らかに今日疲れたわけである。だがすぐに立ち直った。相手は8日余りも飲まず食わずでいたはずだ。体力が衰えていることは確実である。刀を抜く元気があるのはさすがですな。昼夜はまず舌刀下刀で相手を刺そうとした。足は大丈夫ですか？手に狂いはないですか？腰は確かですかね。勝田さん、強がった真似をやめて見逃してくれとお頼みにならぬですか？そう頼んだら。甚四郎は嘲笑するように反問した。貴様には都合がいいわけか？熱物に懲りてナマスを吹きますからね。私にはどっちでもいいのです。ただ勝田さんがへっと言った風な特殊な叫びが起こり、甚四郎の刀がキラッと光った。昼夜の方から仕掛けた模様であるが、どう仕掛けてどうさばいたものか、明瞭ではない。昼夜、逃さんぞ。甚四郎がこう言った。彼の刀は相手の面上をほとんど切っ先が吸盤ででもあるかのように、ぴたりと正確に押さえている。再び、えっという叫びが起こり、甚四郎の刀が弧を描いて光ると、昼夜の体はつぶてのよぼに傍らの熊笹の中へ点灯した。恥さん、明かりをこっちへ。こう叫びながら甚四郎は迅速にしかし用心深くその熊笹の中へと踏み込んでいった。第18章持家増蔵の特異なる能力。あそこに趣向、お腹時期、お休み所と看板が出ているね。景色も悪くないよ。富士が真正面だし、向こうは駿河の海を人眺めだし。はははは、やりますかね。またか。桐生吉兵衛が苦い顔をする。今さっき腹で飲み食いしたばかりじゃないか。お前はのべつ幕なしに飲んだり食ったりだ。いい加減にしてくれ、バカバカしい。それが悪い癖だよ。どうして桐生はすぐにそう怒るのかね。何かといえばすぐにむくれる。それこそのべつ幕なしなんだから。俺は腹で飲み食いしたさ。けれどもここは腹じゃないからね。腹からは2里以上は歩いてきたはずだよ。2里くらいか、あるいはちょっと少ないかもしれないがね。少なくともその程度は歩いてきたんだから、そこは別に怒るほどのことはないと思うんだなあ、柳平。柳川平吾は赤い顔でトロンとした目で鼻から漠然とこういう発音を漏らした。彼は腹でしたたかに飲んで、その酔いがまだ残っているのである。けれども絶景なる風光とその眺めを欲しいままにする茶店と、それ以上に趣向という看板を見ては、内心の動揺はこれは避けがたい。これは人情のやむべからざるところで、しかしながら桐生吉兵衛に遠慮もあり、方々できるだけ漠とした発音で答えたわけである。いやに難しい顔をしたね。気取るなよ。持家増蔵は彼の肩を叩く。酒という字を黙って見て通れるお前じゃないじゃないか。正直に言えよ。面倒くさいことは俺は嫌だよ。さあ入ろう。おい桐生、入るんだよ。頼むからそんな怖い目をするなよ。許せ。東海道の原から西へ約2里、宿と宿の間であるが、北に富岳、南に駿河の海を一望で、街道には休息所や茶店が多い。三人は神奈川を出発して、
箱根を越すまでに3日。まずかなりな速度で三島へ着いたが、敦賀の国に足を入れてからここまでに3日かかっている。もう閉めたものさ。天竜は目と鼻の先だからね。急ぐことはないよ。増蔵がそう言い出したのと何にも言いはしないが、柳川平吾が飲み出したのとで、2対1の吉兵衛は自然付き合うことになり、もはやかなりイライラしているのであった。いやー、これはびっくりだね。これは閉めたよ。いいうちへ入ったね。これはあれ、まあそんなにお気に召しましたか。召しましたのなんのって、姉さんのように綺麗な人がいるとは思わなかった。日の丸どころではない。江戸へ出しても、まあちょっとお座りよ。やんですにゃあれ。その笑い声がまた何とも言えないね。実に朴訥で清々しくって。そこで一つ眺めのいい部屋を頼むよ。茶店の中へ入ると、増蔵はすぐさま購買の早いところを見せた。部屋って言っても一つしかねえで、今そこにお侍さんの客が3人いるで。ヒグマの申し子のような大きな女中はいい機嫌で言った。けれどももう立つ自分だで、すみませんがちょっとお待ちになっててくだせ。ああいいとも、おくまさんの頼みなら半日でも一日でも待つよ。あれ、まあおらの名はおつゆだに、おくまじゃねえだによ。ほう、おつゆね。なるほど、ずいぶん巨大なつゆだな。柳川平吾がそう口を入れたが、途端に女中から背中を殴打されてぐっと言った。彼は憲法ではやや自慢していい腕を持っていたが、もしそうでなかったら、その時荒の者がみんな口から飛び出したであろう。それほどそのおつゆ嬢の殴打力は痛烈なものであった。酒と魚の膳が来て、薄暗い三畳ばかりの座を敷いた妙なところで、ともかくも三人ひどく窮屈に座ってしばらくすると、富士はどこに見えるんだ。桐生吉兵衛はむっとしていった。駿河の海はどっちにあるんだ。そら始まった、そう来るだろうと思ったよ。だがね桐生、お前も聞いた通り、眺めのいい部屋は今塞がっていて、それ見ろ、どうやらお立ちだぜ。向こうでおつゆの甲高い声が聞こえた。またどうぞお粗末様、お大事になどと言っている。体も大きいが声もよく通る。間もなくドタドタと五当人がやってきた。どうもお待ちどうさま、今来ました、だからあちらへどうぞ。いいえ、私が運ぶだに。おつゆさんのようなきれいな人にそんなことがさせられるものか。さあみんな、自分の膳は自分で持って。どうだ、実があるだろう。ほんにこの女殺し。おい、殴るのは堪忍しろよ。いっそ食いつかれてえか。その部屋というのは素晴らしい眺めであった。片方は街道の松並木を越して足高山系から抜きんでた富士が見え、片方は松林や段畑などの彼方に眩しいほど青く広い海が展開している。だが吉兵衛はやはり唇をへの字にした。山本周五郎作楽天旅日記、その第18回第18章途中まで。2021年5月31日。